それでは続きまして、日本共産党より国田国対委員長、よろしくお願いいたします。よし、皆さんこんにちは。紹介を受けました共産党国会対策委員長、国田圭司です。集会参加の議員の皆さん、そして秘書団事務局の皆さん、本当にお疲れ様でございます。この入管法の問題については、大事なのは野党が全体としてこの悪辣な法律を阻止する、こういう決意を固めているってことをまず皆さんと確認し合いたいと思います。そこで立った時に言って、私は客観的な調査、実態掌握なくして法案なし、こう言いたいと思うんです。皆さんもご承知の通り、4万の県人のデータの問題や技能実習生の2892人の雇用の問題が浮き彫りになってきました。これらが審議の前提であることは論を待ちません。こういう中で結局彼らを追い詰めて、小出しではあるけれども出さざるを得なくなってきているところに今の局面があると思います。多くの方々の実態を聞けば聞くほど、人権侵害がこれほどひどく行われていたのかということになっています。そしてその中身が、実は今お話しあったように、日本共産党の藤野さんが明らかにした通知が出ていて、付帯決議2009年2016年の法改正の際に運用の実態を明らかにしなければ人権侵害の事態が引き続いて行われている、このことを明らかにするためにも運用の実態を調査する、つまり国会の決議で決めてるってことであります。したがってこの内容を出すのは国会に対する責務であって、与党も野党も国会としてのありようを否定するわけにはいかないということについて明らかにしてもらおうではありませんか。そして同時に私たちはそのことで明らかのように、すでに参議院での法務委員会や衆議院での法務委員会の議論を通じて、この法律がいかにひどいものであるかということが一つ一つ浮き彫りになってきます。ですから私たちは審議を通じてこの戦いを盛り上げ頑張っていこうではありませんか。一番最初に申し上げましたように、野党が結束して頑張っている、この中で一歩一歩我々を追い詰めている、そして世論があるってことに確信を持ちながら頑張ろうではございませんか。日本共産党もその一翼を担うってことを明らかにして、私の決意とさせていただきます。大きに。ありがとうございました。私だけ、日本人だけがいいという、そんな自分勝手な法案を許すわけにはいきません。結束審議を許さない、一致結束審議